Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below and using those links will help support me. Now, back to the video. すまないね、雪村くん。やっぱり寒い日には熱めのお茶がうまいね。ヤギさんたちにも世話になったが、この豚書もそろそろ手狭になってきたか。まあ確かに狭くなったな。大使の数も増えてきたしよ。広いところに移れるんならそれがいいんだけどな。雑魚寝してる連中かなり辛そうだしよ。だな、マイカー邸で寝起きしてる連中なんて毎晩押し寿司みてえになりながら寝てやがるぜ。あれじゃ疲れが取れねえだろうし、なんとかしてやりてえよな。そんなこと言ったって僕たち新選組を受け入れてくれる場所なんてないでしょ。僕たち今日の嫌われ者だしね。西本願寺というのはどうかしら。西本願寺ですと。先方の同意を得られるとは思えませんが。でも数百人の大使が寝起きできるほど広い場所なんて他にないでしょ。それにあの場所ならいざという時も動きやすいと思うのだけど。それに西本願寺は以前長州老師をかくまっていたこともあると聞きますわ。我々が西本願寺に移れば老師たちは身を隠す場所を一つ失うことになります。そこまで考えての選定というわけですか。なるほど。
僧侶の動きを武力で抑えつけるのはいかがなものかと思いますが。寺社を隠れ蓑にして好き勝手な振る舞いをしていたのは長州浪士の方ではなくて、今日の治安を乱す不逞浪士に配慮して差し上げるなんて、三男さんもお優しいこと。尊上過激派を抑える必要があるという点に関しては同意しますが。じゃあなんだ、切り合うときはやあやあ我こそはって名乗りを上げて正々堂々とやるべきだとでも言うつもりか。不逞浪士どもがそんな鎌倉武士みたいな御作法に付き合ってくれりゃいいがな。サブロ、口を慎みなさい。もっと悪い、つい本音が出た。皆さん方、ごめんなさいね。この子は昔から口が悪くて。三男さんもお気を悪くなさらないでくださいな。あなたのような方も新選組を大きくしていく上では必要だと思いますし、たとえ左腕が使い物にならなくとも、その才覚と学識は隊のために大いに役立つはずですわ。伊藤さん、今のはどういう意味だ？あんたが言うように三男さんは優秀な論客だけどな、剣客としてもこの新選組に必要な人間なんだよ。私の腕は ごめん遊ばせ、私としたことが失言でしたわ。三男さんは皆さん方の大切なお仲間ですもんね。仲がよろしくて結構なことですわ。新たに入隊した大使たちも同じ気持ちでいてくれるといいのですけど。
とりあえず屯所移転の件に関してはもう少し話し合ってから決めるということで。伊藤さん、この後お付き合いを願えますかな。先ほどの件についてもう少し詳しい話をお聞きしたいので。ええ、喜んで。近藤局長、私もご一緒して構いませんか。いいとも。ぜひ君も伊藤さんの話を聞いて大いに見識を広めてくれたまえ。新選組幹部といえど剣術ばかりではいかんからな。これからは広い視野と深い知識を身につけねばな。誰なのさ、あんな人たちを連れてきたのは。犯人はまだ江戸にいるだろう。平助の野郎、帰ってきたら取っちめてやる。伊藤さんは尊上派なんだろう。長州の奴らと同じ考えの奴がよく新選組に入る気になったもんだな。尊王攘夷だからって長州と同一視されるのは心外らしい。そもそも尊王とは。とかなんとか、わけのわからねえことを抜かしてやがったんだよ。近藤さんも近藤さんであっさり丸め込まれやがって。近藤さんってお人よしですからね。ああいう口がうまくてお腹の中が真っ黒な人に騙されやすいんだよな。その伊藤さんが参謀で弟が9番組組長か。めんどくさいことになったぜ。三男さん、あんな奴の言うことなんざ気にするんじゃねえぞ。伊藤さんは学識も高く弁舌に優れ、剣の腕も確かな方ですよ。優秀な参謀の入隊でついに総長はお役御免というわけですね。おい、三男さん。三男さんも気の毒にな。あの調子だから近頃は大使連中にも避けられちまってる。無理もねえだろ。どんな言葉をかけても全部悪く取られちまうし。何を言っても皮肉と嫌味しか返ってこねえから、大したしも怯えちまって近づかねえんだよ。
土方さん、伊藤さんたちなんて適当な理由をつけてさっさと追い出しちゃってくださいよ。あの人たちが来てから僕毎晩嫌な夢ばっかり見るんですよね。んなことできるわけねえだろうが。近藤さんはすっかり伊藤さんに心酔してるみてえだしな。伊藤さんと一緒に入隊してきた連中もそんな扱いをされりゃ黙っちゃいねえだろう。役に立たない人だな。無理を通すのが鬼副長の役目でしょ。んじゃてめえが副長やりゃいいだろうが。で、あいつらを追い出せ。嫌に決まってるじゃないですか、そんなめんどくさいの。様々な考えを持つ者が属してこそ、隊というのは広がりを見せるものだ。だが無理に広げようとすると、内部から瓦解を始めることもある。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。総司、めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が羅刹になってどうするんだよ。
まさか君に見つかるとはね。正直予想していませんでしたよ。雪村君、そこにいるのでしょう。出てきなさい。別に叱るつもりはありませんよ。夜中に怪しい人影を見かけたら気にかかるのは当然でしょうしね。ええ、ありましたよ。というよりようやく決心できたと言うべきでしょうか。これが気になりますか。これは君の父親である高堂さんが幕府の密使を受けて作った薬です。もともと西洋から渡来したものだそうですよ。人体に劇的な変化をもたらす秘薬としてね。単純な表現をすると筋力や自己治癒力の増強でしょうか。しかしこの薬には致命的な欠陥がありました。強すぎる薬の効能が人の精神を狂わすに至ったのです。薬を飲んだ人間がどうなったか、その姿は君も目にしたことがありますね。Hey guys, if you'd like to help support my channel, please turn off ad blocker. Also, you can donate to my Patreon for as little as a dollar or as much as $100. Also, you can look at the links below, and using those links will help support me.